暖かい人生その後ですね、男女の会話というちょっと別の面から光を当ててみますが、離婚とか、恋愛中の男女の別れっていうのは多くの原因はですね、実は会話にあるわけですね。もし人間に言葉というものがなければ、おそらく多くの男女の別れも離婚もないんではないかと思う節もあるんですね。例えば狼は一夫一妻制ですけれども、ひとたび結婚しますと夫婦が愛協力して、10キロ四方ぐらいの縄張りを守ってですね、子供を育て、そして見かけ上は少なくとも夫婦仲の良い生活を送ります。それはですね、狼の夫婦に目的がきちっとあるわけですね。家庭を幸福にして子供を育てるというのがありまして、言葉がありませんから言い争うということは基本的にないわけですね。だから動物の夫婦っていうのは離婚っていうのがほとんどないんでありますが、人間の場合はですね、10万年ぐらい前から男性が狩りに出て、もっと前だと思いますけど、はっきりしませんので、はっきりしている状態から言いますと、もう10万年以上前からですね、男性が狩りに出て、女性は子供と共に家にいる生活をしているわけですね。で、男性は基本的に言語がいらないんですよ。信頼感が一番大切なんですね。大型の動物を狩るときには、掛け声とか雄たけびは必要なんですが、細かい言葉はいらなくて、むしろ仲間が自分の命を捨てても仲間を守るという信頼感だけがですね、頼りなわけです。これに対して女性は集団で子育てをするんですが、子供に言語を教える、言語野が発達するわけですね。それから日常的には細かいことがいくらでもありますから、これは話をしながら、お互いに女性同士で話をして無事に子供を成長させる。だから女性は言語能力が高い、細かいことに気がつくようになりました。このような男女の頭脳の差がですね、本来的な先天性のものか、動物を見ますとおそらく先天的なんですが、もしくは後天的なものかは問題ではありません。10万年にわたる生物の生活がですね、その種の特性を決めてしまうわけですから、先天的とか後天的とかいうことの意味がもともとないわけですね。ところが現在では、当時の狩りに相当する職業にですね、危険が伴わなくなってきたので、女性が職業に進出する希望を持つようになりました。女性が危険なことは嫌がる、男性に危険を押し付けるっていうのは、一種の女性のわがままなんですけども、女性というものはそういうものだというふうに理解をしていいんじゃないかと思うんですね。こういうふうになったのは、どんなに短くとも1万年、戦争なんかを考えると70年ぐらいしか経っておりません。職業が自由になったから、安全になったから女性が職業に携わるというのはいいことなんですが、これまでの人類の歴史に大きく逆らうので、ギクシャクしてうまくいかないわけですね。私たちは不幸になるために努力してるんではないんであって、幸福に人生を送るために努力しなきゃいけないわけです。とかく男と女が完全に同じことをやるっていうようなこと、無理なことを言ってですね、わざと不幸になってる例が多いんですけども、そういうような無理やりのことをやってもダメなわけですね。で、現実をまず見るっていうことです。現実を見ると僕一番いいのは、女性しか子供を産めないじゃないかっていつも言ってるんですけど、それでいいんですね。まず第一、女性は子供を産めない。それと同じように男性は言葉を発しないっていうことですね。で、次にですね、まず男性は言葉を発しないんだと思うことなんですよ。なんであなた言わないのっていうんじゃなくて、男性は言葉を発しない。第2に、男性は聞いたことは覚えているけど反論はしないで行動で示すっていうことなんですね。これは女性の方のほとんどがよく分かっておりません。反論せずに、口で言わずに行動で示すんですね。で、それは女性にとって好ましいかどうか、適当かどうかではなくて、男性に備わった性格だから、女性がなんで子供を産むんですかと一緒ですから、それしょうがないわけですね。女性が何か言っても男性は答えないんですよ。で、答えないのは男性が聞こえてないわけじゃなくて、不誠実でもないんじゃなくて、言葉が出ないんですよ。それはもう男性という特徴がそうなんですね。女性はそれわからないんですけど、現実はそうだから仕方がなくて、せいぜい男性は少しうんうんってうなずくぐらいなんです。女性は会話に回答を求めないんですね。だから言いっぱなしでいいんですよ。会話をすること自体に意味があってですね、言っただけで 80% ぐらいもう満足してしまうんです。ところが男性はですね、答えを求めるために発言するので、女性が言うと男性はそれに答えようとしてしまうんですね。
ところがもちろん 100% できないわけで、まあ、20% ぐらいできたりするわけですね。一つ例を挙げますと、奥さんが夫にですね、あなたお腹が出てるわねと、少し減らしなさいよと言うとですね、男性はそれに対してうんとかあとそうだねっていうだけなんですね。だけどもその代わり少しでもお腹をへこませようとかなり実際的なことをするんですよ。例えば食事を制限したり運動をしたりするんですね。ところがまあそんなに簡単にお腹がへこまないんですよ。そうしてる間に何回もその女性、相手の女性、まあ妻なら妻に言われるので、男性はまだお腹が へこんでないんで答えられなくて、じっと黙って、それでまた怒られちゃうわけですね。ところが女性同士の会話だとこれ全然違ってですね、あなた少し超えたと女性が女性に尋ねるとですね、聞かれた女性はもう事細かに努力の状態を喋るんですよ。この前あれ食べたトマトがどうとか。で今度は次に会った時に相手から聞かれもしないのに事細かにさらにどんなに努力してるかと、なかなか痩せられないというのを膨大な言語で表現をします。これ黙ってる男性の方がいくらだっても痩せない女性に比べて努力してるかもしれないんですが、男性は黙って努力して、女性は努力しなくても口がどんどん努力しちゃうんですね。だからところがこの女性2人は満足しちゃうんですよ。会話したということで満足しちゃう。ところが男性は女性に言われないかと、まあビクビク嫌な感じをしてるわけですね。つまり男女ってのはもともと言語を使う目的が違うんで、男女の間での会話はいらないんですよ。会話が必要なのは女性同士だけなんです。で男女は狼の夫婦のように目的が一致していれば会話はいらないんです。だから本来幸福な夫婦が会話をすると不幸になるというケースがもうほとんどなわけですね。そしてまた10万年の歴史に反しまして、自分が正しいことだけが正しいと多くの女性が信じているということもあるんですね。もうちょっと動物とか歴史とか勉強してほしいなと思うことがあるんですね。私はまあ結論として言えばですね、男女が争うより、また男性は男性の、女性は女性の正しさを主張するんではなくて、お互いの性格をよく理解して、そして穏やかで温かく幸福な人生を送るようにした方がいいんではないかと。つまり私は今男女の関係を見ると、無理やり会話をしてですね、無理やり同意をして、そしてその中に男性と女性の声がたき、今まで10万年間の差があるにもかかわらず、それはもうない、それはない、男性も子供を産めるんだ、あなたなんで子供を産めないのと、そういうことを言ってですね、わざわざ本来穏やかで温かく幸福な人生なのに悪くしていると思いますね。私は女性はどんどん女子会やった方がいいと思うんですよ。昔のいわゆる井戸端会議ですね。どん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 女性同士で話して、話をするという目的はもうそこで果たして、男性との間はですね、夫婦なり恋人なり目的を達成するようなスタイルに変えていったらいいんじゃないかというふうに思っています。